どうやって、資金を獲得したかと。で実際、スポンサーセールスに成功しなかったら今のジェッツはないです。目的をより効果的に結果出せるかっていう観点が我々の商品価値になっていると思うので、だからスポン胸スポンサーがいくらとかっていう世界ではそういうのはもうないと思っているので、誰のためですかったらファンのために選手たちも戦いますし、我々もファンのために何ができるかってことでスポンサー取って魅力的なチームを作って、ファンが喜んでくれて熱狂してくれるようなシチュエーションを企業努力を通して作っていくわけですよね。だからそもそもカルチャーとして誰を見てるんですかっていうところが一番重要だと思ってて、そういう意味ではそこが距離感が近いか遠いじゃなくて、距離感が近くないと生きていけないのがプロチームなんですね。顧客動員至上主義だったところからちょっとその映像の視聴者数とかっていうところが重要になってきてるので、入場者は入れられないっていう状況でどうやって稼ぐんだっていうところに今いきなりぶち当たってるので、もう変わらざるを得ないですね。予算規模が拡大していく中で、やっぱスポーツにこの儲からないっていうのは、スポーツにこの儲かるっていう概念にこう大きく僕は変えていきたいと思って日々活動をしてます。で、積極的に投資価値があるそのスポーツかける〇〇っていうビジネスの人間関係と、僕ら頑張ってますからっていうことに依存してしまうと厳しいかなと。それに甘えて何百万何千万をいつまでももらえると思ってしまった瞬間に、顧客を失う